こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、スペインです。スペインなんですけれども、美味しいスペイン、タパスとピンチョスということでですね、いつものですね、街や観光のポイントですね、そういったもののご案内とはちょっと違って、スペインのですね、独特な食文化に関して少し皆様に簡単になんですけれどもご案内してみたいと思います。それでは参ります。まず最初にですね、皆様が気になる新規感染者数から見ていきたいと思います。スペインのですね、新規感染者数なんですけども、ちょっとですね、こう増えてきて、そんな感じですね。最新データがですね、7月23日で2615名、ちょっと日本からしてみると多いかなって感じしますけれどもね、最新データが2615名の新規感染者数、7月23日です。で、次にですね、今度は残念ながらお亡くなりになられた方のチャートを見てみたいと思います。お亡くなりになられた方ですね、7月23日の最新データで3名です。日本と同じようにですね、日本ももう7月23日で、お一人なんですけれども、感染者の方は多いんですが、死亡者の方は少ないと、いうことでですね、今医療機関がちゃんと機能しているのか、もしくは、体力がある若い方の感染者が多いのかっていう、ちょっと日本と似てるかもしれないですね。でちなみに日本なんですけれども、日本もちょっとご不足今増えておりまして、最新データ7月23日でですね、726人、スペインの3分の1ぐらいですけどね、お亡くなりになられた方は先ほど申し上げましたように7月23日現在でお一人ということですね。でですね、スペインの場所、これはもう皆様ご存知だと思います。真ん中にある赤い星が首都のマドリッドの場所ですね。そして皆様が一番人気の大好きなバルセロナ、サグラダ・ファミリアがあるところですね。でこのスペインのですね、南側、この辺りでタパスというのはこの辺りで生まれたんですね。この辺り南側のことをですね、アンダルシア地方というふうに言います。グラナダ そのアルハンブラ宮殿とかですね、コルトバのメスキーダとかですね、いいところがいっぱいあるんですよね。でこの辺りの海岸からモロッコ見えるんですよね。でフェリーで30分で行きますから。あとですね、ピンチョスが生まれたのはこの北側バスク地方なんですね。実際に生まれたのはこのサンセバスチャンという有名な美食の街ですね。バスク語でドノスティアっていうふうに言うんですけれど もう全然言葉が違うんですけどね、そういうふうにですね、タパスは南のアンダルシアで生まれて、ピンチョスは北のバスク地方で生まれたということなんですね。ではまずですね、タパスの方からご説明してみたいと思います。これですね、スペインにちなんでスパニッシュオムレスの写真なんですけれども、例えばそのいろんなお店にレストランとかですね、このバルですね、居酒屋ですね、こういうところに入ってスパニッシュオムレツっていうふうに頼むとですね、このケーキサーバーみたいなものの大きさから大体想像していただきたいんですけども、この大きさかもうちょっと大きいのがホールで出てくるんですね。まず日本人の方はフードファイターでなければ多分全部食べられないと思います。で2人でもひょっとしたらですね、もうこれだけ食べたらもうお腹いっぱい、他何も食べられないっていう風になってしまって、それじゃせっかくのスペインの食文化を味わうのがつまらないので、このようにですね、こうカットするんですね。でカットした一切れを小皿の上に置く、これがタパスなんです。つまり小皿料理という意味なんですね、タパスは。で元々のタパス、これ一体どういうふうにして生まれたものなのかっていうことなんですけれども、これはですね、まことしやかに言われているヒストリーで裏がどうしても取れないんですが、大体ですね、19世紀から20世紀頃、このアンダルシア地方のあるバルで、当時はですね、結構シェリー酒を飲む人が多かったので、シェリー酒は飲んでたんですけども、シェリー酒甘いんですね。甘いのでいろんな虫とか症状媒とかが来ると、それがそのグラスの中に入ると嫌なので蓋をしてたんですね。何で蓋をしてたかというとですね、生ハムとか調理槽で蓋をしてたんです。だからそれもそういうのもちょっと食べながらこう蓋をしてたんですけれども、生ハムって塩辛いですよね、調理槽辛いですよね。でそうするとですね、シェリー酒がどんどん進むわけですよ、で酔っ払うとですね、スペインの人たちは食べたくなる、何か食べたくなるので、のバルにしてもレストランにしてもですね、小さな料理でこうお皿で何かこうお食事を出したと、こういうカットしたものですね、こういったものを出したと、これがタパスの始まりって言われてるんですね。でじゃあタパスってどういう意味なのかというとですね、スペイン語のタパールという言葉がありまして、それはですね、蓋をするという言葉なんですね。つまり生ハムやチョリソーで蓋をしてた、それがタパスとなったんですけども、これですね、ちょっと展開が多すぎると思いませんか。蓋をする、
それを食べるので塩辛い、シェリー酒をたくさん飲む、どんどん飲む、でお腹で飲むので何かが食べたくなってお皿が出てくる、それがタパスで、ちょっとこう2点3点ありすぎてですね、ここからここに行くのはちょっと無理があるんじゃないかなとは思うんですが、それ以外のものがですね見つからないんですよ、探しても。でスペインのいろんなところでもやっぱりそれがちゃんとこういろいろな、例えばツーリズムのサイトとかですもんですね、そういうのがちゃんとこう出てくるので、まあ、じゃあそうなのかなとは思うんですけども、ちょっとその言葉の意見はどうかなっていう気はします。でもう一つ説がありまして、それはですね、まあ、スペインの方々よく赤ワインとかいろんなお酒を飲むので、お酒を飲みすぎるので、これはですね13世紀の話です、お酒を飲みすぎ、ワインを飲みすぎるので、お酒を飲むときに何かを食べるというふうなお触れみたいなものをですね、王様が出したとか、レストランとかそのバルがですね、そういうふうにこうお客さんに提案したとかという話があるんですね。つまりお酒を食事の間に飲む、お酒のお供に何かを食べるというのが、これがタパスの起源だというんですけど、これに関しては名前の季節がない、名前がどうやって付いたのかというのが分からないんですよ。ですので今の2つぐらいの説があるというふうに思っておいていただければ、明日飲みに行くときにこのお話ちょっとできますよね。この4日間の連休どうお過ごしですか。それでですね、このタパスの中にはいろんなものがありまして、大きく分けて3つあります。乾き物、冷たいもの、温かいものです。これは温かいものですね。これはですね、イカリングですよ。オニオンリングではありません。これもまあ温かいものですね。まあ、今回ちょっと温かいものが続くんですけども、これも結構有名でですね、これはですね、バケットにガーリックとトマトを混ぜたものをこう塗るんですね。こうですね、このバケットがパリパリした感じの上に塗ってですね、美味しいんですよ。これ冷めても美味しいです。冷めても美味しいんですが、ガーリックなのであんまり食べ過ぎるとですね、その後ちょっとどうなるか知りませんけれども、でちなみにですね、この量に関して言えば2人分です。これは2人分のものになっておりますので、まあ、実際は1皿として、まあ、1人分として頼むときはこの半分ぐらいということなんですね。でそういうタパスがですね、バルに入りますと、まあ、こういうふうにですね、カウンターの上にこういっぱいこう置いてあるわけです。それで例えばあれをちょうだいっていうふうに言うとですね、お店の人がこう小皿にですね、まあ、お店によっていろいろ違いますけども、2つ取ったり3つ取ったり、そしてそれを1人分としてこう出してくれる。でそういうのをですね、まあ、2皿3皿、まあ、食べる、まあ、それがですね、まあ、バルの楽しみ方の一つですね。でですね、そのタパスの中にあるのが、まあ、ピンチョスなんですけれども、ちょっとここに見えるかもしれないですよね。このピンチョスというのはですね、まあ、一般的に思われているのはバゲットですね。バゲットの上に料理を置いて、そこにこう爪楊枝であったり串をこう刺した料理、まあ、串が刺してある料理というのがまあ、ピンチョスというふうに思われているケースが多いんですけども、実際はですね、ここいいですよ、飲み屋で使えますよ。実際はですね、サンセバスチャンで考案されたミニチュア料理というのが元々の発想なんです。でバケットも小さいのを使う、料理も小さいのを乗せる、不安定ですよね。不安定だから爪楊枝とか串で刺すんです。ですからサンセバスチャンなんかに行きますと、これもピンチョスなんですよ。タパスではないんですね。別に串に刺してなくてもいいんだと。もともとミニチュアの料理として、小さい量の料理として出すものがピンチョスなので、まあ、こういうものもあるわけなんですね。でピンチョスに関しましてはですね、年代がはっきりしてまして、だいたい1930年頃、このドノスティア、サンセバスチャンですね、サンセバスチャンのあるバーでミニチュアの料理を出したところ、まあ、それが好評で、まあ、いろんなところにこう、まあ、発生していったということなんですね。でタパスはですね、スペインに限らず世界中にタパス料理っていうのがあります。日本でもタパスを出しているお店いっぱいあります。でピンチョスはですね、タパスを出しているお店がやっているケースがほとんどですね。まあ、ピンチョス専門店っていうのはあんまりないと思います。でこれスペインの、ごめんなさい、サンセバスチャンのバルなんですけれども、まあ、サンセバスチャンの場合ですと、やっぱりピンチョスが多いので、こうやって串に刺している、もしくは爪楊枝に刺している料理が山ほど並んでいるんですね。で、それをですね、お店の人に頼んで1つか2つ取ってもらったり、自分で取ったりして、まあ、最後、串の数で支払いをするという感じなんですけれども、このタパスはですね、結構量があるので、まあ、お皿の上にこう持っていくような料理ですね。で、ピンチョスというのは、まあ、本当にこうフィンガーフードといいますか、串を
使って食べるものなんですけれども、ここでよく出てくるのがですね、いわゆるバルメグリっていうものなんですね。だいたいですね2品か3品ぐらいですかね、まあ、ピンチョスの場合はですね、タパスだったらもう1品でいいでしょうね、いやお一人様あたりですね、それで、まあ、食べて飲んで、まあ、ワイン2杯とか3杯ぐらいですかね、それで、まあ、30分40分お話しして、それからまた外出て次のバル巡りで行くんですけれども、このペースで行くとですね、日本人だと2軒行くともう大体お腹いっぱいになってきちゃいます。というのはですね、一品一品は小さいんですけれども、コース料理のあれですね、一品コース料理のお肉ってこんなに小さいのに、食べ終わるとなぜか満腹になっているということですね。1時間とか1時間半かけてこうお店の人が持ってきますの で結局ですね、満腹中枢が食べ終わってから20分から30分後ぐらいから刺激され始めますので、もう食べ終わる頃にはお腹満腹中枢いっぱいで、大して食べてないんですけど脳みそには満腹ですよっていう指令がもう出してるんです。まあ、そんな感じでですね、バル巡りの場合にはこう、まあまあ、2点いけて3点だと思います。でですね、そのスペイン人の人たちはその後食事するんですよ。なんでっていう話になると思うんですけど、というのはですね、スペインの人たちの食事ってすっごい遅いんですよ。夜9時とか10時ぐらいから始まるんですよ。実はですね、インド人もそうなんですけど、それまで遅いと。ということは仕事が終わってから夕食が始まるまでえらい時間があるということで、まあ、こういうものをですね、ちょっとお酒を飲んで、ワインを飲んで、まあ、おつまみを食べて、まあ、友達といろいろこう話して時間を潰すと、まあ、そんなことでですね、時間を晩ご飯ですね、夜と9時とか10時ぐらいになったらそこでまた晩ご飯を食べて、まあ、そして寝るという、まあ、そういう生活スタイルをずっとやってきていたので、このピンチョスというのがちょうどその小腹を満たすぐらい の量としてはちょうどいいわけです。スペインの人たちにとってはです。でも日本人の人たちにとってはこのピンチョスとかタパスを取るともうそれが本当に晩ご飯になってしまいますので、これも分けてですね、今日はピンチョスとかタパスのバル巡りでお食事をするんだという日もあっていいと思います。いや今日はちゃんとレストランに行ってそのスペインのなんとかのコース料理を食べたいんだとかですね、まあ、冬になったら、まあ、ジビエがあったり、まあ、オイスターがあったり、いろいろおいしいものたくさん出てきますから、まあ、そんな風にですね、こう分けていただいて、まあ、考えていただければいいと思います。特にサンセバスチャンはミシュラン三つ星が3軒かな集まっている、まあ、地域ですので、おいしいレストランたくさんあります。あ、ちなみにミシュラン三つ星はですね、大体半年ぐらい前からやらないと多分取れないと思います。まあ、そんな感じなんですけれども、まあ、スペインはですね、もう早くから日本人に対して門戸を開いておりまして、特に PCR 検査も、事前 の14日間 の自宅隔離、自己隔離ですね、そういうものもなく、まあ、入国が可能になっておりますので、まあ、今からですね、海外旅行が安心して安全にできるようになりましたら、ぜひスペインに行かれてですね、南の方でタパス、北の方でピンチョスと、まあ、北にはですねタパス料理のお店もありますし、ピンチョスのお店もありますけれども、南の方はほとんどタパスです。ピンチョスはほとんどないと思っていただいた方がいいと思います。まあ、ですから両方短い期間で両方食べたいなと思うのであれば、もう北側ですね、もうサンセバスチャンとかビルバオ、もうバスク地方一択になると思いますので、またですね、そういうふうにスペインに行ける日が来ましたら、ぜひこのいろんなタパス、バル巡りをされてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。